リオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、すべてが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも、結晶の崩壊意志に操られていたのか？